こんにちは、リラックの小野です。ロサンゼルスで駐在員に人気の居住エリアはどこですかというご質問にお答えいたします。まず大きく分けてサウスベイ、シリコンビーチ、ウエストウッド、ミラクルマイル、バレー、ダウンタウンの6つの地域に分かれます。順番にエリアの特徴を見ていきましょう。サウスベイはガーデナやトーランスを中心に日系コミュニティが広がり、日本食材店、日本食レストラン等のアクセスが良いのが特徴です。ゲートコミュニティの賃貸物件が人気なほか、ビーチ沿いには高級コンドミニアムが立ち並んでいます。教育レベルが高く、お子様連れの世帯に好まれます。シリコンビーチはサンタモニカ、マリナデルレイ、プレアビスタの3つの市をまとめた呼び名となっております。特に最近では新興住宅地であるプレアビスタがあらゆる世帯に人気です。築浅で道県内にレストランやスーパー、公園があり、また市営のジム、プールもあります。なお、ビーチ沿いの賃貸物件は他のエリアと比べると割高となります。ウェストウッドは UCLA へ通う医療留学生に人気のエリアです。ウェストウッド周辺は UCLA 行きのバスも頻繁に通っているので通学に便利です。ミラクルマイルは LA ダウンタウン勤務の駐在員やUSC に通う家族連れの企業留学生に人気があります。バレーはロス郊外のベッドタウンとなります。家賃は割安ですが、市内への距離があるため、ノースリッジ、チャッツワース、バーバンク等のロス北方面にお勤めの方に人気です。ダウンタウンは LA ダウンタウン勤務の駐在員をはじめ、 USC に通う単身やカップルに人気のエリアです。再開発が進み、高層の賃貸物件が増えています。駐在員の方は勤務先の住宅規定に見合うお住まい探しをすることになると思いますが、リダックなら経験豊富で交渉力があり、効率の良い物件探しを実現できます。ロサンゼルスのお部屋探しはリダックで。アメリカ赴任前ウェブオリエンテーション好評開催中。リダグループ。